いつも食べ小学生でご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。 Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは誰にも簡単にグムをきれいにできる方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。いくぞ。ニューウェブ予選ウエストカー。はい、ということで今回はですね、久しぶりに磨きの動画になります。今日磨いていく車なんですが、こちらトヨタのプリウスですね、20かな、プリウスになります。で、色はですね、皆さん大好物の202ブラックでございます。はい、でこれですね、202なんですよ。はい、こんな状態ですけどね、202です。艶消しブラックではありません。まあ、それぐらいね、状態が悪い車なので、なかなかね、いい笑顔を見せできるんじゃないかなと思っております。はい、これは強敵だな。タイトルをですね、見ていただければわかるかなと思うんですが、まあ、ノーカットでお見せしますっていうことで、まあ、今までね、宮城の動画僕何本も上げてますが、始まって最初しばらくは早送りとかせずお見せしてるんですけど、やっぱりこうずっとね、同じ映画続くと、まあ見にくいかなっていうこともあって、まあ途中早送りを入れたり、あとはもうカットしたりとかっていう風な感じでね、編集をしてるんですが、今回はですね、逆に、全く編集をせずにね、ノーカットでお見せしたいなと思います。やるじゃないか。ただですね、いくらこうノーカットと言っても、すべてノーカットでお見せしてしまうと、多分ね、この車だと、程度も悪いっていうこともありますし、黒なので、多分ね、10時間近くかかるんじゃないかなと思います。なのでそこまで丸々お見せするのは難しいので、ワンパネルですね、ワンパネル磨くのをノーカットでね、お届けしたいと思います。で、磨いていくのはですね、どうしようかな、こっちの左のリアドアにしましょうかね。リアドアね、こんな感じで、ものすごくね、状態が悪い。この左のドアを3工程かけて磨いていくので、今日からね、初期研磨、中間研磨、最終研磨、3回に分けて、このパネル1枚磨くのをノーカットでね、お見せしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、磨き方についてなんですけど、以前の動画で、最近僕はこんな感じで車を磨いていますっていう風なね、お話をしているので、それに沿ったね、磨き方、工程でやっていきたいと思います。ということで早速。さあ、行くぞ。はい、では、早速磨いていきたいと思います。で、こちらですね、お車、もちろん、今、綺麗に洗車して、で、鉄粉もね、取って、で、下地処理をね、した状態です。で、ここから磨いていきますので、磨く前にはですね、洗車、鉄粉、異物取りっていうのをね、しっかり済ませてからやるようにしてください。よろしく頼む。で、まず初期研磨なんで、道具はリアクションですね、のポリッシャーにヤングールのバフ、そしてコンパウンドはね、ただのね、メサイヤ使ってやっていきたいと思います。で、ここにもね、カメラついてるんで、まあ僕のね、視点に近い映像もね、同時にお送りできればと思います。では多分ね、20分ぐらいはね、初期研磨でもかかるんじゃないかなと思っておりますので、まあダラダラした動画になるかもしれませんが、よろしければ最後までお付き合いください。ではやっていきます。これミスれないですね。やらかされへん。じゃあまずこの上のね、このプレスラインより上磨いて、で次にこの下ね、磨いていきます。くらえ。
外と地図自体は知れてますね。この辺はね、バフルですね。見えてるか分かりませんが、こんな感じのね、作業を延々と続けていきます。しょまず殻でね、ちょっと磨いて、まあ、余分なね、コンパウンドをね、今ね、飛ばした感じですね。コンパウンドをね、残さずに磨くっていうのが、まあ、僕の一つのやり方なので、まあ、これはね、どのコンパウンド、どのポリッシャー使おうが、僕は常にね、心がけております。
ここのスポットがね、なかなか切れないですね。
よいしょ。まだどれぐらい経ったの？
よし。半分今、やっぱり20分か。やるじゃないか。はい、初期研磨が終わりました。こんな感じです。やった！見ていただいた通りですが、こちらがね、ビフォアですね。まだ磨いてない前ドア。で、こちらがアフターと、ビフォアアフター。このね、光の蛍光灯の映り込みは全然違うのがわかるかなと思います。はい。ここちょっと最後ね、コンパウンド切り切れてないですが、こんなはずでは、こんな感じですね。うん、で、ですね、ここのドアハンドルのところと、このここのプレスラインの下、ここちょっともうカメラから切れてたっていうのもあるし、こことね同じ高さなんで、サイドスカートとね一緒に磨こうかなと思ってます。で、ここはちょっとね別の道具を使うことになるので、あと動画もねやっぱ思った通り長くなってきたのでちょっと省きましたが、まあそこのね他のメインのポリッシャー使った磨きとしてはこんな感じでございます。で、この後ね中間研磨に入りますので、次の動画ではそのうちの色をお送りしていきたいと思いますので、ぜひですね次の動画もチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。今日やった磨きについてもっと詳しく知りたいっていう方、概要欄の方に関連動画のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram 等各 SNS もやっております。ご質問やお問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。 OK。ランボサイドスコート。もし今後が気に入っていただけましたら、ご質問やお問い合わせ、ご質問やお問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。